大峰山寺は奈良県吉野郡天川村にある修験道の寺院である。大峰山山城が竹の山頂に立つ。平安時代初期から現在に至るまで、女人禁制で毎年5月3日に都会式、9月23日に都閉式が行われる。世界遺産、紀伊山地の霊場と山経道の一部として登録されている。縁の行者霊石札所。大峰山寺は、 縁のオズヌを伝承的な階層とする主験道の寺院で、大峰山系の中ほどに位置する山上が竹の山頂近くに本堂があり、座王県玄像を祀っている。吉野山にある金峰山寺本堂を山下の座王堂というのに対し、大峰山寺本堂は山上の座王堂と呼ばれている。山上と山下の座王堂は二十数キロメートル離れており、 現在では別個の寺院になっているが、両者は元来、金峰山寺という一つの主験寺院の一部であり、現在のように、吉野山の金峰山寺と山上が竹の大峰山寺とに分かれるのは、近代以降のことである。金峰山及び大峰山とは単独の峰を指す呼称ではなく、信仰及び修行の場としての山々の総称である。金峰山とは、 吉野山から山城が竹に至る山岳聖地全体を指し、そこに点在する寺院群の総体が金峰山寺であった。一方、大峰山とは大普賢岳、三仙、八京ヶ岳、釈迦ヶ岳などを含む大峰山系の山々の総称である。吉野山から大峰山系を経て、熊野の熊野本宮大社に至る約80キロメートルの道を 大峰奥掛道といい、修験者の修行の道となっている。大峰山寺本堂の早々については定かでない。伝承によれば、7世紀末に修験道の祖である猿狼大津が、金峰山で監督した蔵王権限を刻んで本尊とし、蔵王堂を建てたとされる。その後、天平年間に行基が大改築を行い、産経困難な山頂の蔵王堂に代わって、 山下にも座王道を建てたとする伝承もある。平安時代初期には一時衰退した時期もあったが、9世紀末に、新言州の僧、消防によって再興され、10世紀以降、皇族、貴族の参詣が相次いだ。戦国時代には、一皇僧と争って、山上の本堂などを消失するが、江戸時代になって再建された。山上が、竹、大峰山寺本堂へは、 吉野山からの尾根道もあるが、一般の参拝者は、麓の天川村の道川から山上が竹を登る。道川からは、徒歩約4時間。登山口の大峰大橋からでも片道約3時間の、登山となる、母港道を過ぎて、大峰大橋の先にある、女人結界門から先は、女人近世の習慣が今でも守られ、女性の入山は禁止されている。 日本各地のかつて女人金星とされていた他の仏教系の霊場は今日男女の区別なく公開されているが大峰山寺は現在も女人金星を守っている1300年来の伝統を守るべきだとする意見がある一方で女人金星は女性に対する差別であるとして反発する動きもある大峰大橋から大峰山寺本堂への登山道は整備され 途中にはいくつかの茶屋が設けられている。大峰大橋から、一の瀬茶屋と、一本松茶屋を経てしばらく行くと、縁の行者お助け水と称する水場がある。そこからさらに行くと、ほら辻茶屋があり、ここで吉野山からの大峰奥掛け道と合流する。その先には、だらにすけ茶屋という、麓の役店が建てた茶屋が2箇所に分かれてある。茶屋はすべて登山道を覆うように建てられており、 必ず建物内を通過することになる。その先には、油こぼし金がかりは、西の覗きなどと称される鎖場の難所が続く。中でも、西の覗きと称される行場は著名で、これは、絶壁の縁から命綱をつけて、身を乗り出し、ふっつの世界を垣いまみようとするものである。難所にはすべて安全な迂回路が整備されている。西の覗きを過ぎると、 公術の個人によって運営される五軒の宿坊が立ち並び、その先に本堂が立つ。本堂裏手には鎖もない断崖絶壁で命綱もつけずに修行をする裏の行場がある。西の覗きは、先達によって命綱が指示され、裏の行場先達の案内なしでの立ち入りが禁止されている。なお、大峰山寺本堂について、日本最高所にある、 重要文化財建造物等と紹介されることがあるが、現在重要文化財指定の建造物で、最も標高の高い地点にあるのは、富山県の立山室堂である。宿坊群、左手前から竹林院、東南院、吉蔵院。吉蔵院の右が、桜本坊。流泉寺は見えていない。大峰山寺は、五寺院と称される五つの寺院が交代で、維持管理に当たっている。 五寺院は、桜本坊、竹林院、東南院、吉蔵院、流泉寺の五カ寺である。内流泉寺は、山上が竹のふもとの天川村道川に本寺があり、他の四カ寺の本寺は、吉野山にある。大峰山寺本堂の手前五分ほどのところにはこれら、五カ寺の宿坊が固まって立地している。宿坊であるので、 宿泊施設1階の食堂に面して本尊が祀られており、吉蔵院には、蔵王権源が他の4宿坊には、新辺大菩薩が安置されている。すべての宿坊は、信者だけではなく一般登山者も、山小屋代わりに宿泊でき、山頂に近い立地にもかかわらず風呂があるが、サービス施設でなく精進決済のための施設とされている。 食事は精進料理であるが、量は多くなく質素な内容である。女人禁制の区域にあるため宿泊者は男性に限られる。そのため浴室の更衣室が通路や玄関から丸見えの宿坊があるなど、女性がいないことを前提とした作りが見られる。大峰山寺本堂元禄四年に再建。三条座王道とも呼ばれる。規模は、 約23、約19メートル、胸高約13メートルの寄せ胸作りである。道瓦原及び道板武器。内陣部分は元禄4年の混流だが、その後放映3年にかけて、外陣部分の拡張が行われている。本堂として734年創建以降も、何回も火災にあって消失し、鎌倉時代初期までは三島ぐらいの規模であったと、される。 戦国時代の1534年に一向総本禅寺の門徒に焼き打ちされ、1616 16年に低い心よもとにより再建されたとされる。以上の出土品は東京国立博物館、奈良国立博物館、奈良県立菓子原考古学研究所に帰宅されている。ありがとうございます。